日本ハムの選手でこうその当時ちょっと面白い選手いなかったの？変わってたって言ったら源ちゃんが一番変わってたでしょ。ああ、ジャイアンツに行ったじゃないですか。マキさんの株の話は有名ですもんね。いやいや、もうだからあの当時もやっぱあんまり話できないんですよ。 あんまりこういいイメージがないんですよ、はい、でもうやっぱり先発の時とかあの遠征先行くと急にお金が必要になる時あるんですよ、株を投資してると、はいはい、これはもうすごいあのレバレッジを利かして多めに買っちゃってるんですぐに振り込まなきゃいけないっていう発生する時がありまして、でもそういう時はやっぱり朝から奥さんに電話をしてどこどこ銀行に振り込んでくれとでやるから、そこで不正がバレるわけじゃないですか、まあね、俺の使ってた負けてることがバレるということで、もう大変やっぱり試合で投げるよりも遠征帰った時に怒られる方が怖いなと思う、ね、どんなバッターが来るよりもそっちの方が怖いそれが怖いってありましたよ。え、じゃあそういうのはもう投資一切なかったですね。別荘地買ってたじゃないですか、はい、別荘は持ってましたけど、うん、まあ、あの伊藤のマンションとこ軽井沢と持ってたんですけど、うん、はい、まあ、それはあの子供が夏休みとか、うん、その伊藤マンションプールがついてたん で、はいはい、でそこに夏休み行くために買ったんですよ。トレンディエースやっぱり買ってます ね、 ね、俺は持ってなかったですよそんなのは。いや、まあだから株で消えたっていうのもあるんですけど、ね、まあだからそういう、あ、いいですねそれね。でもやっぱり他の人たちはどうだったの？例えばまあ、あ、でもあんまり聞かない、そういう、あんまり聞かない、はい、いや先物とかあの手出してるトレーナーの人いましたよ俺らの時は。だからマッサージしながらブロイラーがさとか言われてます。今ブロイラーがちょっと立っててえーってお前それやっちゃってんのなんていうの言ったら先物だよなかなかだよと思ったけど、マッサージ受けながらあ大変だなこいつは。え、今はどうなんですか？今はまだ株やってるんですか？やってますね。どうなんですか？また僕2年ぐらいやめてたんですけど、最近始めましたねまた。で僕もう辞めてピッチって辞めた時に、はいはい、あのコロナの後のあれでドーンと上がったんですよ、はい、めちゃくちゃ上がって、はいはい、それをこう見ながら、ああ俺ほんとついてねえなと思ってめちゃくちゃもうすごい下がったんですよ、はい、コロナで、はい、ドーンと。でいやーよかったなと思ったんだけど、そこからのグーンっていった時に、はい、俺もう一切やめてるんで指くわえてるだけなんですよ。で今こうちょっとまたこう揉んでて、はい、これからもう行くって言うんだけど、俺始めたんでもしかしたらすごいフォークが、はい、すごいフォークが出る可能性ありますよ。あ、持ち玉ね、持ち玉が来るとね。でも日本ハム入った時正直嬉しかったですか？いや最初だから俺もともと関西で阪神ファンなんですよ、うんうんうん、で阪神見てるっていうことはセ・リーグじゃないですか、うん、で大学名古屋行った時に中日じゃないですか、うん、セ・リーグじゃないですか、はい、パ・リーグって知らなかったんですよ。そこまでプロ自分で入ると思ってないから、はい、野球もそんな興味なかったんで、うん、だからもう、まあ、セ・リーグだけしか見てなかった。だから今で言うと大学生もほらプロに入るためのトレーニングだとかって結構やってる時代だけど、そんな興味ないから全然なかったです。まあいやガリガリだったもんね。だって俺入団した時180センチ66キロですもん。そうだよね。でその1年目からもう活躍できたの、はい、一応。だからすごいこう体が強かったのかな。うーん、まあどうなんですかね。で適当にやったからよかったの。3年連続2桁だっけ？いや入ってから 5年連続ですね。いやその2桁は、ああで、はい、入団してからすぐずっと2桁勝ったんじゃない？そうですよ、はい、入団して5年連続2桁の3年連続15勝以上ですね。でそれしたのに給料が落ちて全然上がっていかないです、ね、上がっていかないと。で東京に住んでるから、はい、何時間東京住んでるからめちゃくちゃ高いしね絶対おかしいですよね、うん、あれ東京のチームの給料と、まあ、今九州とか地方のチームの給料と一緒なわけがない。本当はね、うん、物価も違うしやっぱり多少のその差があってもいいのに一緒ですもんね。であの当時そのジャイアンツはいいよいいよって言われてたけど、はい、でもそれって言っても俺らの中ではそういうこうそういう格差あっちゃいとは思ったけど、やっぱり東京って金かかるしかかね。だから大変だもんね。大変ですよ、うん。
だから日本ハムの選手でこうその当時ちょっと面白い選手いなかった俺らの頃時代で同期とかさ何面白い何どういう面白 いやもうちょっとこいつこんな言葉とかこんな変わってたよとかさ変わってたって言ったらゲンちゃんが一番変わってたでしょジャイアンツに行ったじゃないですか最後久々に この間新聞で見たんですよ、うん、河野源さんの名前を見つけたんですよ玉ねぎいやあの門倉の失踪のところで過去の失踪事件で河野源ちゃんって書いてあってありました、はいまあ、この話をちょっと今させてもらうと河野さんが、その時に支配下登録抹消されたのかな、はい、アキレス腱を切っちゃったんですよ東京ドームのフェンスありますよね高いじゃないですかで外野であの上で誰か触れるかっつって遊んでたんですよ、うん、でそれで源ちゃんがじゃあ俺行くっつってやった瞬間にアキレス腱切っちゃったんですよ、うん、そしたらこうバンと落ちてこう完全に切れてるんですけどあれなんか変だなんか変だっつってで普通にあの切れてるのになんか変だって帰ってったらしいんですよその時点でおかしいんですけどそしたらそのオフにその支配下登録抹消みたいになったのね、はい、うんそれで本人はもうクビになったと勘違いしたみたいでしょそうです、はいそれでまあその当時付き合ってた奥さんなのかのところに行っちゃってたら連絡取れなくなっちゃった、まあ、あのいろんなところに行ってて、はい、まああの本当に連絡がつかなかったんですよ当時そんな携帯なんか持って歩いてないから、うん、はいおげんちゃんどうした練習にも来ないし病院にも行ってないしどこ行ったんだっていう話になってでそれから何ヶ月後かにニコタマのとこをげんちゃん歩いてなかったそれを、うん、誰かが見つけて記者だったら先生誰か見つけてげんちゃん何してんのみたいな、うん、何って感じでもうそうだから銃契約っていうかもう首切られたんで、うん、えって言ったらいや違うんだって説明してやっと会社に行ったっていう、うん、まあね愛すべき人ですよあの人だから遠征行くともう僕らの時はもうリリーフで結構活躍してたんで、はい、でものすごい夜とかもじゃあお疲れ様でしたって飲むと、まあ、僕ちょっと年齢1個上だったんですけど、はい、こんなジョッキあるじゃないジョッキって普通これくらいのジョッキなんだけどもうこんなジョッキをビールで頼んでじゃあ乾杯するガッって終わりだもんねいや本当豪快でしょすごいよねドーって飲んでグラウンドで人間こいのぼりやってましたからねあそうそうあの普通にこうポールがあるじゃないですか鉄のポールそれにガッと使わったら体横にグーッとこいのぼりでできるわけですあれ絶対できないですよ普通、うん、体感強くないと普通答えちゃうよね、はあ、これグッとやってその体力だからアキレス腱切れてもなんか変だろすんなのいや抱き渡ったって言ってましたか自分は本人はなんか変だなんか当たっていたっていうぐらいらしいんで、うん、であのキャンプ中もあのみんなやっぱり疲れてくると真っ最後取れない人行くじゃないですかゲンちゃんだけ行かなかったんですよ行かないでそれが強かったのでゲンちゃんがトレーナー室に行ったら練習メニューが変わるっていうもう相当だぞこれきついんだぞっていうそれでやっぱり夜宴でこう買って飲んで「ゲンちゃんすげえね」って「うんうんうん」っつってガーッとまた飲んでてで朝俺ら食事とか行ったら「またいねえぞ」って言ったら朝もう9時にモーニングのパチンコ並んで9時から野球選手が夜中まで多分飲んでた後だよね朝9時にもういきなりもうパチンコ台を取り合うために並んでるっつうんだからびっくりしたわそれで夜も中継ぎで毎日投げるわけじゃんだから朝から晩までこう登板してるわけだよもう参ったよいや面白いな本当源ちゃん面白いですね源ちゃんはちょっとやっぱりすごいよねだでも憎めないですよね源ちゃんはそれで今、玉ねぎ農家ですからボールを玉ねぎに変えたんですでもちょっと奥さんちょっと似てるでこれをまた監督長嶋さんにやっぱり重宝されたんで、はい、で長嶋さんのところに送ったりしてるんですよねいつもね、はい、どうなん最近会いましたいや最近会ってないですねまた失踪しちゃってんのかな群馬の方がどっかいい群馬の方がどっかで、はい、スーパーとかで
ジャイアンツのユニフォーム着て玉ねぎ打ってましたもん。本当それがフェイスブックに載っけたんですよ、うん、あれ源ちゃんなんでハムじゃねえんだろうな、まあ、今もあるかもしれないんで、はい、もしこのチャンネル見た人はね、源、はい、ちゃん玉ねぎ見つけたらコメントくださいよ。ね、もうね、その逸話がそういう話だと本当の話ですからね。本当ですよ。